1問2問3問島問です。今回はですね、ゴールデンウィーク明け5月12日マルテル養魚場さんに来ました。まあ雇いの名店ですよね。はい、やっぱりこの看板見るとうずうずする人たくさんいると思います。この中でね、はい、今回バラン中もたくさん入っているということなので、ガンガン取っていきますよ。もちろんいろんな金魚もね取っていきたいと思います。まあ、いつもだったらちょっとね、金魚と乱獣分けてましたけど、今回もう一気に全部一気見せで、はい、まあ、さすがに全部はね取りきれんかもしれないけど、はい、まあ、その辺はシナモンが厳選して、はい、この時期っていうのは新香が結構入ってるんですか。そうですね、乱獣でいうと本当に新香、はい、たくさん入ってると思うので、まあ、これから乱獣始めたいよっていう人もいいと思うので、はい、まあ、ここで買って育てるって人も結構いるんですか。そうですね、いますね。ここでまずね、安い乱獣買ってまずは大きく育てることから始めてみるのもいいと思います。そういう意味ではマルテルさんはかなり、そうですね、おすすめだと思うので、スタートとしてはいいんですか。はい、それでは、ね、早速中の方を取っていきたいと思います。いつものプッシュワンプッシュで、うん、はい、まあ、なるべくねした方がいいかと思うので、う、ね、うん、置いてあるのでね、いつもね、まあ、帰ってそこに金魚仲間、はい、僕の愛読書が置いてあります。いつも、はい、いつもこれね、あるのでフリーペーパーとなっておりますので、ご自由にお持ち帰りください。もちろんこれ読まれたんですか。もう読みました僕、最新号5、6号は読みました、はい、さすがです、いいこと書いてあります。はい、まずはね、入ってメダカ5匹で100円、どう考えても安いですね。そして1匹100円のコメットとシュブンキンいますね。はい、そしてここはここメダカですね。5匹で100円、安いです。はい、ピンポンパール800円、安いですね。はい、1500円、高等単調ですね。はいですね。はい、ここはアズマニシキ、めちゃくちゃいいですね。はいです。はい、サラサワキン500円、安いですね。このミックスコーナーもおすすめです。1匹300円、6匹で1500円、ここのねミックスコーナーめちゃくちゃ丈夫なんですよね。魚種も豊富で、龍金、アズマニシキ、キャリコ、龍金、あと玉サバ、タンチョウなどかなが入ってます。めちゃくちゃ丈夫なのでね、はい、まあ、本当に今から金魚始めたいよという人とかにはね、すごいおすすめの金魚になってます。メノチョウビ3000円、いや渋いね色が。渋いです。
リコガキン500円ですね。はい、たくさん入ってます。炭江戸錦3000円ですね。神田町3000円です。ブラックドラゴン2000円。ちょっと何だって見にくいんですけども、土佐金1500円ですね。大阪ランチ1000円です。水泡岩1000円ですね。もう残りわずかになってます。商店街ですね。500円、安いですね。キャリコ水泡岩ですね。3000円。この大きさで3000円ですか。安いです。結構大きいですよ。はい、マルテルさんのレア金魚保留1500円。まだね、今ならね、数いっぱいあるので選べます。まあね、この魚もね、すぐねいなくなっちゃうのでね、気になる人は早めに、はい、購入してみてはいかがでしょうか。変わり竜1500円ですね。可愛いですね。めっちゃ可愛い。この魚もね、本当になかなか入ってこない魚なので、大きさどうですか。うん、おすすめです。まあ、こんな感じの大きさです。大きさを、玉サバ3000円です。
はい、桜錦6000円です。もう残りわずかですね。だいぶ売れちゃってます。人気の魚ですね。はい、コチョウビ、トリコチョウビですね。4000円、安いですね。綺麗ですね。トリコランチ4000円です。テールオランダ2万円。はい、マルテルさんの表示価格はすべて税込み価格となっております。はい、桜錦1万2000円が1万円。ステッカーが貼ってあります。うちのステッカーもちゃんと貼ってあります。桜錦ですね。新子まあ、ここら辺になればね、赤虫も食べれるので、はい、ここですね。そしてここちょっと大きめですね。はい、今日はね、偶然にもね、金魚すくいの達人さんたちが見えてるので、この角に追い込むのが、フリーに追い込むのがコツなんですかね。いや、そう、そうでも斜めに上げてくる感じが、うまい、うまい。いや、面白い、見とるだけで面白いわ。すごいね、参考になるね。うん、いや、こんなにポイ破れんもんなんですね。
ヒレを外に出すんですよ。あ、マジっすか。濃いから。そんな技があるんですか。はい。ヒレで尾びれで破られるんで。特殊な行為じゃないですよ。うん、すごっ。全然やばい。あ、なんか水ごとすくってるって感じだね。なんかすごっ。うわ、いや、あれが強いから。すごっすごっってますよ。全部なくなるんじゃん、この金魚。やばい、ちょっと補充シーンとか。今ボンドカメラの充電する。これ一つのポイですよね、ちなみに。はい。これ一つのポイっすよ。すごい。あ、もう破れた。おー、すっごい。最終的な、最終的。これ一つの鯉で何匹ですかね。10は超えてますよね。数えましょうか。はい。うわ、面白い。15 16 16匹。このポイで、はい、やばいですね。すごい人いますね。すごい人いますね。これ出ちゃっても大丈夫ですか、YouTube。 あ、全然。あ、顔出しですか。ちょっとコツを聞きたいんですけども、今すごい、もうあっという間に。いや、マジでなんかポイだったよね。乗せてる。そうだね、もうなんか滑らす感じ、滑らす感じだよね。ヒレを外に逃がして、はい、滑らす感じなんですか。はい。うわ、すごい。斜めに、はい、水を切りながら、水を切りながら。髪に全く抵抗かかってない感じですね。ちなみにマルテルさんにはよく来られるんですか。よく来ます、金魚買いに。うわ、すごい。家でランチューをいっぱい。ランチューですか。ランチュー買ってます。ちなみにもう何年ぐらい金魚釣り。金魚釣り僕そんなやったことないですけど、うん、僕は息子さんと、そう、子供と一緒にやって。よし、あーだろダメっす。いやー、面白い。レギュラーあります。はい、はい、ありがとうございました。お名前いただいてもよろしいですか。ヤッチって言います。ヤッチさん、はい、はい、ありがとうございました。ヤッチさんの、はい、もう職人技の金魚すくいでした。ありがとうございます。はい、はい、かわいい。サムネにしようかな。ね、めちゃくちゃかわいい。いや、このいかついんですけど、申し訳ないですけど。いかついです。飼い主さんいかついんですけど、申し訳ないですけど、インコ癒されます。いやこのね、はい、何インコだったの。白原インコ。白原インコ、いいですよね。はい、ブレイキングダウンみたいなお父さんからインコです。はい、申し訳ないです、本当にこれは、はいはい、もう YouTube 上もうしょうがないです。はい、すいません。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお願いします。バイバーイ。しまもんチャンネルのステッカーがリニューアルしたよ。欲しい人は気軽にしまもんおじさんに声かけてね。数量限定だよ。